南向きバナナ畑の溝の手前のアップルバナナ、移植の時に低温ストレス障害を受けてあまり成長しなかった親株が案の定小さい菓子を1,2,3,4,5,6,6 段つけていますかね。まあ少ない収穫になると思うんですが、これ以上の今後の強風暴風等の被害などの被害がなくて、このまま菓子が肥大していけば、まあ味見する程度ぐらいは楽しめると思いますけどね。まあこれの収穫が終わったら、この前も言ったかと思うんですが、小株調整ですねをして、次の親株はこれですから、これ来年出来開花結実するように、その他の小株をうまいこと少し移植に出して、この親株が良好に今後良好に成長するようにしたいと思ってるんですが、おそらく期待できるのはそちらの3番目に親株になる苗かなと思ってるんですが、ちょっと位置がですね、上のコンクリート区画に近いので、なかなかこれは小株調整が難しいところですね。この結実中の親株と来年の親株とその次の親株の間にまた小さい小株が2本出てきていますしね、ここはちょっと小株調整がなかなか難しそうですね。この辺にもパイン苗とか植えてるんですが、まあ水不足でほとんど大きくならないですね。そのまんまっていう感じになっていますね。双穂バナナは結構葉っぱを出してきていますね。とブラジルバナナ、ブラジリアンも成長はしてきています。とこのタイベジタブルバナナは本年出来するように思うんですが、出来時期がちょっと遅くなりますね。それからここの銀バナナ、これは4本立ちになっていますね。とそちらの銀バナナ2本立ちは中苗の時に、まあ例えばこれぐらいの時にですね、2年前の11月だったですかね、秋に移植したんですよ。で中苗ぐらいを秋に移植して、当然その年はほとんど成長しなかったんですけども、それでもその後大きくなって、これがですね、こちらの方4本立ちの方が出来してきてるんですね。ちょっと見えるでしょうかね、つぼみが上に向いて向こう側にちょっと傾いているところ。まあどれぐらいの収穫になるかこれは分かりませんが、まあこの山ででしたら
11月ぐらいに中苗を植え付けて、成長はしなくても活着してくれれば二冬越しての出来が可能ということは分かったんです。おそらくこちらもですね、出来すると思うんですが、ちょっと遅くなりそうですね。こちらは2本立ちなのは株を、小株をですね、2本か3本掘り上げてオークションに使ったり他に移したように記憶しています。小株を余計取ったのが影響しているのか、これからの出来になりそうですね。まあ、この山、南向きのこの山ではですね、向こうに見えるのは最初に結実した銀バナナなんですが、この山では移植はいろいろな時期にできるんですね。11月にもできるし、1月にも神経がしっかりした苗でしたら1月に植え付けて活着して4月ぐらいから成長してくるというふうにもできるんです。まあ、沖縄並みとは言いませんが、いろいろな時期にですね、苗を移動したりもできるんですね。まあ、それによってこの月に移植すればこれぐらいで出来結実するとか調べやすいんですね、この南向きの山は。まあ、無理をする気はないんですが、基本的には複数本立ちを成立させてこちらで手を加えないでバナナたち自身の意向に沿うようにと思っているんですが、多少実験的なこともしてみています。まあ、今言ったようなことを平地の畑で行いますと、まあ、成功率はやや低くなりますんでね。まあ、できれば移植した株を死なせないで実験してみたいですからね。まあ、同じ11月に移植を決行してもですね、その11月の気象条件によってこのようなアップルバナナ程度の収穫で終わることはもちろんありますし、まだこれからなのでわからないんですが、そちらの今下の方親株を写してるんですが、銀バナナみたいにですね、それじゃないですね、こちらですね下だけ見てたら違うバナナです。これが銀バナナ。これみたいにやはり11月に移植しても、どのような結実になるか、まあ、その年の気象条件によって違いますんでね、何とも言えないんですが、とにかくいろいろな温度の条件下で移植は可能だ。そしてまた2年ぐらいすれば開花結実するということも大体は分かってきたんですね。まあ、なるべくなら一発で決めて
あと複数本立ちを成立させて、あとはもうバナナにお任せすると、それが一番いいと思っていますけどもね。と銀バナナのこちら東側のこれタイベジタブル、これも出来しそうですね。まあ今年はちょっと春先にダメになったり、それから8月から9月にかけて出来しそうな親株があったりと、まあさまざまですね。もっと複数本立ちで親株が1本ないし2本、次の親株も一本ないし二本と、例年収穫体制がしっかりすれば、まあ春先にダメになるのが出たりですね。それから、遅めの出来で十分な収穫ではなかったというような株が出ても、年々複数本立ちのファミリーが増えていけば、まあ結構食べられるようになりますから、すべての親株が良好な収穫につながってくれなくても、畑全体、あちこちの畑全体ではなんとか今年も食べられたなというふうに、まああと2年か3年でだいたいそうなるんじゃないかと思っていますね。これはミャンマーですね。こちらもミャンマーです。